NHK 総合で放送されたパリオリンピック五輪バレーボール男子準々決勝日本イタリア戦の平均世帯視聴率が関東地区で23.1%関西地区で21.7%だったことが6日ビデオリサーチの調べで分かった関東地区の個人視聴率は14.6%だった同試合は 一時リーグ一位通過の22年世界選手権覇者イタリアを2対0と追い詰めながら三セット連勝を許して逆転負け。東京五輪に続き2大会連続で八つよで散り、72年ミューヘン大会以来52年ぶりの金メダルはならなかった。また、岡慎之介。 20イコール特集会が鉄棒で金メダルを獲得した体操の男子種目別決勝を5日夜に中継した NHKE テレの番組の平均世帯視聴率は関東地区で5.0%関西地区で4.6%だった他は平行棒でも銅メダルだった